自分の働いてるオークショントレードに向かいます。前と朝の間にやってしまわないといけない業務っていうのが何個かあるので、それをとりあえず終わらせてから、今日一日の清掃分っていうのが後で連絡が来るので、それをやるって形になります。ウェルスパウェトに所属して何年目ですか？今年で4年目になります。今までは学生っていうのもあったんで、サッカーだけに集中っていうのができたんですけど、やっぱここはアマチュアのリーグっていうのもあるので、午前中は働かせてもらって、で午後からサッカーって形なので、やっぱ1年目はしんどかったり、やっぱ働くのがちょっと嫌だなって思うことがあったんですけど、やっぱ2年目からしっかりその考え方っていうのが、オークショントレードで働かせてもらうこととか、やっぱ先輩方から話とかいろいろ相談に乗ってもらったりして、やっぱまあサッカーができることのありがたみっていうのが、やっぱベルスファに入ってすごくまずそこは一番に感じました。おはようございます。西村君、おはようございます。まあ、暑い中作業をしているので、まあ、見落としだったりっていうのが出てくると思うんですけど、まあ、そこは清掃の藤本君とか小田さん、足立さんと助け合いながらっていうのと、西村はこの畳み方は綺麗なんですけど、いつも僕は畳み方雑なんで、向きとかもめっちゃ怒られたりします。ちょっとめんどくさいです。西村くんは会社の中では本当にクールで、でもふとした瞬間はとってもなんていうんですかね、笑顔が素敵で、でむちゃくちゃこうコミュニケーションを取ろうとしてくれることが多いです。サッカーしてる姿を見て、やっぱり頑張ってるプレーしてる姿を見ると、やっぱりなんかこううちの息子も勇気をもらえるみたいで、すごく応援をこれからもしていきたいって改めて思いました。西村選手は、まあ、みんなのお兄ちゃんみたいな感じですね。もうみんなに分け隔てなくいろんな意見を言ったり、楽しい話とかもしてくれるので、まあ、毎日元気をもらってます。最後は段取り良くて効率もいいので、本当にお客様のためにいう気持ちでやってもらってるんで、すごく清掃も綺麗ですし、展示車のこととかもしっかりすぐ改善とかしてくれるのでありがたいです。2人でベルスパとオークショントレード盛り上げていきたいと思います。細かいところまで気づいてやってるので、そこはすごいなって思います。サッカーではすごいストイックで、練習中はもちろんなんですけど、練習後の自主練の時とかでもすごいいっぱい練習してるのを見てるので、いい刺激にもなるし、見てて尊敬もします。毎日ではないんですけど、まあ、疲れた時だったり試合前っていう時は必ず来てます。他には、針だったり、まあ、電気治療だったり、まあ、僕はたまに吸い玉っていうのを背中でやってもらったりしてます。
選手一人一人に合ったマッサージだったり、まあ、治療法っていうのを考えてやってくれますし、まあ、僕とかは酸素ボックスを利用させてもらってるんですけど、すごい次の日とかに全然体のだるさとかが全然違うのでおすすめです。